地地区区はロシア連邦東部部ののサハ共和国北部の地区ラプテフ海に柳川が注ぐ三角州に位置する。面積は12300平方キロメートルで、中心都市はデプタツキー。2019年1月1日の人口は7028人。主要河川は柳川の他におもろい川とチョンドン川がある。1月の平均気温はマイナス32摂氏40度で、7月の 平均気温はマイナス4摂氏12度。年間降水量は北部が150から200ミリメートルで南部が250から300ミリメートル。1967年1月5日に設置された。1989年には4万1265人が暮らしていた。人口構成はロシア人が58.7%、ヤクルト人が8.7%、 エベン人が2.2%、エベンキ人が0.1%、その他民族が30.3%だった。1991年のソビエト連邦の崩壊によって経済は停滞し、ロシア人の大部分が地区を去った。その結果、1990年代に人口の3、4を喪失した。2002年の人口は1万9人で、 人口構成は、ヤクート人が37.7%、ロシア人が35.4%、エベン人が10.7%、ウクライナ人が8.9%、その他民族が7.3%だった。2005年、ユカギール村で発掘されたユカギールマンモスが、愛知万博で展示された。2010年には8056人まで減少した。2013年、 ドーソ村で発掘されたマンモスの床がパシフィコ横浜で展示された。2019年には7028人まで減少した。主要産業は金採掘とトナカイの飼育、漁業、毛皮貿易。金の他に鈴やタングステン、水銀、鉛、亜鉛、カッタンが埋まっている。ありがとうございます。